カルラスアレスナバロは、スペインラスパルマスデグラン、カナリア出身の女子プロテニス選手。四大大会女子シングルスで7度ベスト8に、進出した。身長162センチメートル、体重62キログラムの小柄な体格で、片手打ちのバックハンドストロークを大きな武器にする。これまでに WTA ツアーで、シングル2勝、ダブルス3勝を挙げている。自己最高ランキングは、 シングルス6位、ダブルス11位。カルラは、父親がハンドボール選手、母親は体操競技の教師という家庭に生まれ、母親の勧めにより9歳からテニスを始めた。2003年にプロ入りし、2007年に出身地のカナリア諸島からバルセロナに引っ越した。2007年全米オープンで4大大会の予選会に初出場。2008年から、 女子テニス国別対抗戦、フェドカップのスペイン代表選手に選ばれ、2月のワールドグループ1回戦でフェド杯にデビューする。5月末からの全仏オープンで、スワレスナバロは、初めて予選会を突破し、初進出の本戦でいきなりベスト8に勝ち進んだ。本戦2回戦で、元世界ランキング1位のアメリモレスモを6から3。 6から4で圧倒して波に乗り一気に準々決勝まで勝ち上がる。最初の大舞台では第3シードとのエレナ・ヤンコビッチに2から6、3から6で敗れた。続くウィンブルドンでは2回戦でヤンコビッチに連敗する。その後北京五輪のスペイン代表選手にも選ばれ、シングルス1回戦で地元中国の方卒に5から7、6から7で敗れた。 全米オープン終了直後のフェドカップ決勝戦にも起用されたが、スペインはロシアに0勝4敗の完敗に終わった。カルラ・スアレス・ナバロは2009年全豪オープンで、前年の全仏オープン以来2度目のベースト8に勝ち進んだ。全豪の2回戦で、第6シードのビーナス・ウィリアムズに2から6、6から3、7から5の逆転勝利を収め、4回戦で、 同じスペインの先輩選手、アナベル・メディナ・ガリゲスに6から3、6から2で圧勝する。準々決勝では、第4シードのエレーナ・デメンチェワに2から6、2から6で完敗した。2009年の地元で開催されたマルベイリ大会で、カルラ・スアレス・ナバロは、初めてシングルス決勝に進出した。決勝では、エレーナ・ヤンコビッチに3から6、6から3、3から6で敗れた。 翌年の大会でも決勝に進出したが、フラビア・ベンネッタ2に,に6、6、4、3、6で敗れ2年連続の準優勝となった。2012年のエストリル大会でツアー3度目の決勝に進出したが、カイア・カネピに6、3、6、7、4、6で敗れ初優勝を逃した。2012年のロンドン五輪で2度目のオリンピックに出場した。シングルス1回戦で、 オーストラリアのサマンサスとサーに3から6、7から5、10から8で勝利し2回戦で、ベルギーのキムクライシュテルスに3から6、3から6で敗れた。2013年全米オープンでは、全米では初めてとなるベスト8に進出した。準々決勝で優勝したセリーナ・ウィリアムズに0から6、0から6で1ゲームも取ることができず完敗した。 2014年5月のポルトガルオープンで6度目の決勝に進出した。スベトラナ・クズネッツワを6-4、3-6、6-4で破り、ツアー初優勝を果たした。全仏オープンでは6年ぶりにベスト8に進出した。準々決勝で、ウージニー・ブシャールに6から7、6から2、5から7で破れた。ガルビネ・ムグルサと組んだダブルスでもノーシードからベスト4に進出した。 準決勝で優勝した、シャッシュクゼンマイ&、高卒組に2から6、7から5、2から6で敗れた。2015年は、プレミア3大会で準優勝し、4月6日付のランキングで1 1位となり初のトップ10入りを果たした。2016年は2月のカタールトータルオープンで、決勝でエレナオスタペンコに勝利し、 プレミア初優勝となるツアー通算2勝目を挙げると2月29日付のランキングで自己最高位の6位を記録した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、 P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。